それでは展示会ハローワールドについてお話ししていきます。3月1日から3日までの3日間ですね、はい、東急大井町線の小山台駅から徒歩5分ほどにあるピアノアトリエフルスというところで展示会ハローワールドを開催します。明日からです。はい、せっかくなのでメンバーの紹介というか他己紹介として参加される方々を僕が紹介していこうと思います。まず一人目は久米美咲さんです。建築家の久米美咲さんです。普段はもちろん物件や店舗などの設計をされている方です。僕の展示作品の写真の額などを作ってくれたこともある人で、なかなか多彩なんですよ。今回初めて内在する自分の気持ちから発露した作品を作り、今回のハローワールドに持ってきてくれるということなので、かなり楽しみです。結構ですね、彼と話してると、素材、物に対するリスペクトってものすごくあって、多分建築っていろんな人が関わるから、多分ですね、職人さんやその関わってくれる人たち、そしてその物を作る素材、鉄とか、アルミとか土とかも多分いろんなものにこう感謝して生きてるんだなっていうのを節々と感じるんですよ。なのでそういった彼から出てくるものがどんなものになるのかっていうのはものすごく楽しみで、で普段から手を動かして物を作ってる人なんですよ。なのでものすごく、そうだな、こう言うとなんかハードル上げちゃうかもしれないですけど、素敵なものが、かっこいいものが出てくるのかなと僕は今妄想しております。はい。そして続いて加藤小雪さんと心さん。加藤小雪さんは写真家です。はい、で僕の仕事でも時々手伝ってくれていて、はい、優秀な写真家というイメージですね。去年も個人的にも何度か写真展を開催されていて、東京と金沢で2拠点で活動しているので、結構幅広いなと思います。彼女の写真もすごく独特で、自然を撮ったものが多いんですけど、僕はその写真に、人間の営みというか、人と切っては切れない何か縁みたいなものをすごく感じています。自然を撮るとどうしても風景の絵面的には寂しいものになってしまったりすると思うんですけど、彼女の写真はそうではなくて、どこか居場所であったりとか、そのメッセージに込められているものが影響しているんだと思うんですが、そう単純ではなくて、もう少しこう視野が広い感じで、ファインダーを覗いているんじゃないのかなっていうふうに日々思います。はい。そして心さん、彼女はインハウスで空間のデザイナーをされています。で彼女ももともと結構展示会を何回も開催している方で、すごく記憶に残っているのは、展示作品が鑑賞者とか見てる人とか、その時間に応じて変化していくっていうところですね。変化といってもそのものすごく動かしてるとかではなくて、例えば太陽の光が会場に降り注いでくる、太陽の光がだんだんと動いてくることによって、それが作品に影響を及ぼして、時間によって見えてる体験が変わっていたり、あと人が動いたら少し風が起きますよね。なんかそこで作品に変化が加わったり、そうですね、空間を使う人っていうのはこういう考え方をするんだなっていうのは感銘を受けた記憶があります。はい。そして最後は僕、山口明弘です。で僕は写真を1枚飾ろうと思っています。でその1枚は、ちょっと特殊な機構を用いてですね、1枚の額装された写真に1000枚の写真が内包されているような形になります。でそれがあることをきっかけで切り替わっていくようになっています。で期間中すべての写真が見れるかどうかわかりませんが、どんどんですね、過去に遡っていくようになっているので、戻れば戻るほど僕のちょっと下手くそな写真も入ってたりするので、それら辺も楽しんでもらえたらなと思っています。で、今回ハローワールド全体にやることですが、自分が持っている技術や
こう考えていることで、普段やってない新しい何かを追加できたら面白いんじゃないかなと思ってハローワールドと名付けました。なので、久米さんは初めての展示ですし、小雪さんや心さんにしても、普段こうこれやってみたかったなとか、これ思いついたから何かできたらいいなと思ってる何かを加えてもらっているはずです。はい。そしてなぜこの展示がハローワールドというかというと、僕の文脈になってしまうんですが、コンピュータープログラム言語の中で初めてその言語を習うとき、補足すると言語っていっぱいあるんですよ。コンピューターの中でアプリケーションや何かソフトを作るときに使うものっていうのはたくさんあるんですね。で、その言語をですね、始めるときに画面に表示させる初めの言葉がハローワールドなんですね。もう書籍、本屋に売っているプログラム言語のコーナーのどの言語を見ても初めにハローワールドと出すように、教本がなっているはずです。はい。なので何か新しい第一歩を開ける、始めるという意味において、このタイトルはちょうどいいんじゃないのかなと思ってハローワールドという言葉にしました。まあ、なんとなく全く知らないで聞いても、ポジティブな印象を受けるかなと思って、そこも影響しているので、特にそういった意図を考えなくても全然こう問題はないと思います。それでは今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。明日3月1日から3日間展示を開催しておりますので、ぜひ皆様ご来場いただけますと嬉しいです。会場でお待ちしております。聞いていただいてありがとうございました。